ノーミヤツ氏は、オリックスバファローズに所属する兵庫県伊豆市郡伊豆市町出身のプロ野球選手。左投げ左だ。オリックスでは、投手コーチを兼任する。2005年から2020年まで、阪神タイガースに在籍。2019年には、NPB の一軍公式戦における40代の、投手としてのシーズン最多登板数記録。 オリックス移籍後の2021年には通算1500奪三振を歴代最年長で達成した。また、阪神、オリックスの両球団で一軍公式戦におけるセーブとホールドの球団最年長記録を達成。NPB の投手では初めて最年長セーブと最年長ホールドの球団記録を40代に複数の球団で樹立している。 神戸市で出生した後に、兵庫県警察の警察官だったジップが、伊豆市町内の駐在所へ赴任したことから、自身も生後4ヶ月から中学校を卒業するまで、同町で過ごした。小学校3年時にジップが、指導者をしていた伊豆市町内の軟式野球チーム、小坂プラッキーズで野球をスタート。その後、鳥取城北高校普通科体育コースへ、進学すると、 公式野球部のエースとして活躍した。2年次には夏の鳥取大会で準優勝を経験。秋には秋季県大会での優勝を経て、秋季中国地区大会でチームのベスト4進出に貢献した。3年時の春季県大会ではノーヒットノーランを達成している。在学中は全国大会と無縁であったが、上記の実績から川口智也、井川圭と共に、 高校生サワンサンバガラスと称されるほど注目された。NPB の一部球団もドラフト会議の指名に向けて動いていたが、当時大阪ガス公式野球部の監督だった竹村誠から熱心な誘いを受けた末に同社へ入社した。大阪ガスへの入社後は熱心なファンですら投げる姿をほとんど見られなかったほど故障が相次いでいて、一時は幻の投手とまで呼ばれた。 入社5年目の2003年には来年もダメだったら車業に戻ると考えていたという。しかし、竹村の公認として監督に就任した床はりから痛くても投げなさい。どうせなら壊してやめないかという最後通告を受けたことから一年発起左肘に痛みを抱えながら投げ込みの球数を増やしたところその成果を床はに認められたことから 対外試合での登板機会を徐々に増やした。2003年の第30回社会人野球日本選手権大会では予選から好調を維持したまま本大会で決勝に進出。決勝で日産自動車と対戦したが延長11回に伊藤祐樹の敵地打でサヨナラ負けを喫した。翌2004年には後に阪神でもチームメイトになる渡辺亮 久保安ともらとともに、第22回ハーレムベースボールウィーク、日本代表として、第22回ハーレムベースボールウィークに出場。その後に模様された日本選手権でも、2年連続で、本大会への出場を果たすと、野村克也監督率いるシダックス戦で、野間口孝彦との投げ合いを制するなど活躍した。JFE 西日本との決勝戦にもリリーフで、 登板したが、延長15回表に、福武正人のソロ本塁打で決勝点を与えたため、2年連続で敗戦投手になった。2004年の NPB ドラフト会議自由獲得枠で、当時井川がエースとして活躍していた、阪神タイガースに、契約金1億円、年俸1500万円という条件で入団した。背番号は14、担当スカウト池上角。2005年、 開幕1軍入りを果たしたが、6月中旬に2軍へ降格。7月末に1軍へ再び昇格すると、9月には1軍公式戦でに連勝を記録したものの、1軍公式戦の通算防御率は5点台に達した。10試合に登板したウエスタンリーグ公式戦では、投球回を上回る41三振を記録すると、共に22飛ん打1 5 4球で、 ホイップ0.97、防御率1.42を記録。セントラルリーグ優勝で臨んだ日本シリーズでも9円での登板を経験した。2006年、左のセットアッパーとして前年のセリーグ優勝に大きく貢献したジェフ・ウィリアムスが膝の手術を受けた影響でレギュラーシーズンの開幕に出遅れたため、開幕から中継ぎとして一軍公式戦で登板。 チームが4敗を喫した開幕からの10試合には、系統の失敗が相次いだ影響で、3試合で自身に黒星がついた。セーパ交流戦の期間中に、ウィリアムスが復帰すると2軍へ降格。降格後には、ウエスタンリーグ公式戦6試合の登板で、防御率3.60を記録した。シーズン終了後にハワイウィンターリーグへ派遣。2007年、 井川が MLB のニューヨークヤンキースへ移籍したことに伴い、一軍公式戦での開幕から先発ローテーションに入ったが、4月末までに5試合の登板で1勝3敗と不審だった。中継ぎへの採点候後も不安定な投球が続き、5月27日の対、千葉ロッテマリーンズ戦では9回表に9円登板して1回5失点を記録した。この登板では、 チーム3個目の支給を福浦和也に与えたことがきっかけで、その裏に藤田総一による金本智明への支給で乱闘を招いている。翌28日に2軍へ降格したが、8月中旬に先発要員として1軍へ復帰。復帰直後の4試合では、8月18日の対、広島東洋ガープ戦で1、軍公式戦初完封を挙げるなど3勝を挙げた。 ウエスタンリーグ公式戦では7試合に登板。チームトップタイの6勝、防御率2.51、通算投球イニング43回で37、脱三振を記録した。また、被安打35、ヨシ915でホイップ1.12と安定していた。2008年は中継ぎでスタート。5月7日のタイ読売ジャイアンツ戦で7回裏に9円登板すると、 アレックス・ラミレスに本塁打成の打球を打たれたが、外野席の最前列にいた観客が打球を手で抑えたことから、審判団の競技で二塁打として判定される陳時に見舞われた。同年の一軍公式戦での当板は11試合で、プロイリアと初の未勝利でシーズンを終えた。ウエスタンリーグ公式戦では、29試合に当板してリーグ6位の5勝、チームトップの11セーブ。 リーグ5位の52奪三振を記録。防御率0.83、ホイップ0.90という好成績を残した。2009年、自身と同じ、左投手の岩田みのなど、投手陣に故障者が相次いだことを背景に、レギュラーシーズンの開幕から一軍の先発ローテーションに入った。6月までは先発登板の試合で打線の援護に、 恵まれず、7月上旬には9円で3試合に、登板した。7月19日の対巨人戦に9回をにあいだ、無失点12奪三振の高騰で、勝利投手になってからは、11試合の先発登板で9勝2敗と、好調。セリーグ3位の165回を投げて、プロ入り後初めて最終規定投球回に到達した。また、防御率2.62、13勝。 リーグ2位の154夏三振など、チームの投手陣トップの成績を記録。対巨人戦では、内海哲也との先発対決に4試合連続で投げ勝ったほか、対広島戦では7試合の登板で4勝、防御率1.45という好成績を残した。2010年、2年連続で、レギュラーシーズンの開幕から1軍の先発ローテーションを担ったが、 5月2日の対巨人戦で、走塁中に右足血上骨の剥離骨折に見舞われたため、4ヶ月もの戦線離脱を余儀なくされた。9月9日の対中日ドラゴンズ戦で一軍に復帰すると勝敗はつかなかったものの、7回に失点10、脱三振と高騰。復帰後の対巨人戦で2勝を挙げたことによって、前年7月から始まった同カードので連勝を7、2まで伸ばした。 レギュラーシーズン全体でも、一軍公式戦で8勝無敗を記録。9月には、5試合の当番で3勝、防御率1.29を記録するなど好調で、セリーグ投手部門の月間 MVP に初めて選ばれた。2011年、入団後初めて、レギュラーシーズンの開幕投手として臨んだ4月12日の対広島戦に、7回途中3失点でシーズン初、勝利。 4月19日の対巨人1回戦では、1軍公式戦7者連続三振の球団最多対記録を達成した。5月3日の対巨人4回戦での9回関東勝利によって、1979年に小林茂が達成した同カード8連勝の球団記録に並んだものの、6月26日の9回戦で黒星を喫したことで連勝が止まった。それでも、 レギュラーシーズン全体では、自己最多の200回1、3を投げて12勝を記録した。2012年、前年に続いて、レギュラーシーズンの開幕投手に起用されると、シーズン序盤は好調。中盤は、巨人相手に3連敗を喫するなどの不振に、陥ったが、4試合に登板した9月には、3勝1敗、防御率0.55という好成績で、 球団選定の月間 MVP を受賞した。レギュラーシーズンのチーム最終戦であった10月9日の対 DNA 戦では、1回表に2三振を奪った末に降板したことによって、杉内俊也と同数ながら、セリーグ最多立三振のタイトルを確定させた。同タイトルを半身の投手が獲得したのは2006年の伊川以来6年ぶりで、 二年連続のシーズン二桁勝利も達成。シーズン終了後には翌2013年に開催される第3回ワールドベースボールクラシックの日本代表候補に入った。2013年 NPB のオープン戦期間中に開かれた第3回 WBC に日本代表の一員として参加代表入りした。東京ドームで開催された2次ラウンドでは 代表合宿からの校長を買われて、対台,台湾代表戦の先発に起用された。2回裏までは高騰したものの、3回裏に突如、請球を乱すと、西万塁から押し出し支給で、先制点を献上。結局、2回に、3を、自責点1という内容で交代したが、試合自体は、延長10回の末に4から3で、日本代表が勝利した。日本代表の2 ラウンド1位通過を経て臨んだ決勝ラウンドでは、プエルトリコ代表との準決勝において、1点ビハインドの6回表から2番手で、当板。7回表虫1塁から1回0、3を投げたものの、8回表に、アレックス・リオスから2点本塁打を打たれて、自責点2で降板すると、日本代表も1の3で敗れた。NPB のレギュラーシーズンは、開幕戦への当板を回避。 4月に爪が割れるアクシデントがあったが、5月6日の大巨人戦では、笠原正樹から1軍公式戦初本塁打を記録するとともに、関東勝利を挙げた。シーズン成績は11勝7敗で、3年連続の2桁勝利、自己最多の6関東勝利を記録。2014年3月28日の大巨人戦で2年ぶりに開幕投手を務めたが、 序盤での4点リードを守れず、5回途中10飛安打、10失点の乱調で大敗を喫した。5月16日の対横浜 DNA ベイスターズ、1000から6月14日の対埼玉ーブライオンズ戦まで2桁脱三振を続けた。結果、5試合連続2桁脱三振のセリーグ最長記録を達成したが、同年は自己アーストの13敗を記録。 防御率も3.99で6シーズンぶりに2点台を突破するなど安定感を欠いた。しかし、レギュラーシーズン2位で迎えたクライマックスシリーズでは10月12日に広島とのファーストステージ第2戦に先発すると8回を無失点と高騰。チームはこの試合を引き分けで終えたもののシリーズ規定によってファイナルステージ進出が決まった。リーグ優勝の巨人と対戦した。 ファイナルステージでは10月18日の第4戦で先発。5回94球に失点という内容で交代すると救援陣の逃げ切りによって勝利投手になるとともにチームも日本シリーズ進出を果たした。福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでは甲子園での第2戦に先発。6回に失点と高騰しながら敗戦投手となった。 その後は登板の機会がなく、チームも球団史上を2回目のシリーズ制覇を逃した。日本シリーズの終了後は、11月11日に、甲子園でも要された、日本プロ野球80周年記念試合で、阪神、巨人連合チームの先発投手として、MLB オールスターチームを2回無失点に抑えた。また、レギュラーシーズン中に取得した、国内 FA 権を行使した上で、 阪神と3年契約を結んだ。2015年は、レギュラーシーズンで、自身2年ぶりの2桁勝利となる11勝を挙げたが、前年と同じ13敗で2年連続のリーグ最多敗戦を記録。防御率も3.72と、規定投球回に達した投手では、最も悪かった。クローザーの後のボルカンが故障で離脱した、シーズン終盤には、中継ぎで2試合に登板したが、 いずれの試合でも打ち込まれている。チームがレギュラーシーズン3位で迎えた巨人との CS では、ファーストステージの第3戦で、先発投手として5回1失点と好投したが、チームは敗れ、日本シリーズ進出を一した。2016年は発症12敗、防御率3.67を記録。シーズンを通してローテーションを守ったものの、3年連続で、 リーグ最多敗戦を記録した。NPB の一軍公式戦において、同じ投手が3年連続でリーグ最多敗戦を記録した事例は、1986年から1988年までの小花高雄以来で、左腕投手では初である。シーズンの終盤には、自身と同じく先発ローテーションの一角を担っていた岩崎優に続いて、中継ぎへ転向。 一軍の救援陣に左投手が少なかったことによる措置であったが中継当番で一ホールドを上げるなど高騰を続けたことからシーズン終了後にはセットアッパーへの転向も視野に調整を進めた2017年岩崎を本格的にセットアッパーへ転向させるチーム方針の下で先発に再び専念レギュラーシーズンでは一軍公式戦での 救援当番がなく、先発登二23試合で6勝6敗という成績を残した。シーズン防御率は3.72位ながら、4試合に当番した5月には、防御率0.43を記録するなど好調だった。逆に、7月に3連敗を起死してからは、2ヶ月にわたって白星から見放された。それでも、レギュラーシーズンの最終登板であった九月十八日の、 対 DNA 戦では93球を投げて同年唯一の関東勝利を挙げている。チームのレギュラーシーズン2位で臨んだ DNA との CS ファーストステージでは1勝1敗で迎えた第3戦の先発を任されたものの1試しか取れずに3点を失って1回表の途中で降板。チームはこの試合に敗れたことによって広島とのファイナルステージ進出を一した。 2018年、レギュラーシーズンの開幕から1軍の先発ローテーションに入っていたが、5月までに登板した3試合で0勝2敗、防御率7.53と振るわず、5月11日の広島戦登板後から2軍で調整。もともと肩の仕上がりが早いことに加えて、1軍の救援陣から戦線を離脱する投手が相次いだことを背景に、6月からセットアッパーへ、 本格的に転向した。6月9日の対千葉ロッテマリーンズ戦では、同点の延長11回表から9円で、登板すると、チームのサヨナラ勝ちによって、シーズン初勝利を記録。6月28日の対 DNA 戦では、同点の8回裏に1回を無失点で抑えると、チームの勝利によって一軍公式戦、通算百勝目を挙げた。日本プロ野球では、 歴代135人目で、阪神のハエ抜き投手では、選手では1985年の山本和幸以来33年ぶりの記録である。8月16日の対広島戦では、9回表に、クローザーのラファエル・ドリスが、先頭打者、相沢翼へ投じた初球が、頭部支給で危険球とみなされて、退場処分を受けたため、無視一塁の場面で緊急登板。 そのまま抑えてチームの勝利につなげたことから入団14年目にして一軍公式戦初セーブを挙げた。レギュラーシーズン全体では一軍公式戦45試合の登板で4勝3敗1セーブ防御率2.56を記録。救援に宣言した6月以降は42試合の登板で4勝1敗1セーブ防御率0.86という好成績を収めたほか、 9月11日の第中日戦では、球団の40代投手としては、初めてのホールドを記録した。シーズン終了後には、矢野洋大の一軍監督就任に伴って、先発への再転向も検討されたが、矢野との面談で中継ぎに専念する意向を伝えている。また、中日で43歳までプレーを続けていた、左投手の岩瀬人則が、シーズン終了後に現役を引退。 ノーミ自身は39歳だった12月14日に推定年俸1億1000万円という条件で阪神との契約を公開したことによって NPB 現役最年長のサワン投手になった。2019年開幕から中継ぎに専念。名古屋ドームでの対中日戦では阪神の40代投手としては歴代3人目の一軍公式戦勝利を8月14日に 記録したほか、9月15日の登板で、シーズンの登板数が50試合に達した。40歳以上の現役投手が、NPB のレギュラーシーズンで一軍公式戦50試合に、登板した事例は、2017年に42歳で、達成した岩瀬に次いで二人目である。最終的に、自己最多の51試合に登板。入団後初めて公式戦に先発しなかったものの、 一勝二敗十八、ホールドという成績で、チームの二年ぶり CS 進出に貢献した。シーズン防御率は4.30と高く、7月には、リフレッシュを兼ねての二軍調整を経験したが、シーズン終了後の12月11日には、推定年俸9500万円という条件で、契約を公開した。2020年、年頭から、 新型コロナウイルスへの感染が拡大している影響で当初3月20日に予定されていたレギュラーシーズンの開幕が誕生日より後まで延期されたものの41歳にして開幕から救援陣の一角を担った6月20日に巨人との開幕カード第2戦8回裏にシーズン初登板を果たしたことによって半身一筋で41歳のシーズンにも 現役で在籍した投手としては若林正し以来二人目の公式戦登板を達成。7月19日の対中日戦では先発で登板した2018年5月11日の対広島戦以来の打席へ立った一方で救援投手としてチームのリードを守った末にシーズン初勝利を挙げた。十一歳のシーズンに現役で阪神に在籍していた投手では 若林、下柳津義に次く打席と勝利で、2009年から始まった一軍公式戦での連続勝利シーズン記録も、この試合での勝利によって、中西清樹以来の12シーズンにまで伸ばした。同年は開幕直後から調子が上がらず、7月の前半には一軍への帯同を続けていながら2週間登板の機会がなかった。9月3日のイヤクルト戦では、 7回表西に2.3に塁からの救援当番で対戦した山崎明太郎を投げ頃に仕留めながらマウンド付近で跳ねた打球が自分の体を直撃その影響で体勢を崩して頃の処理に手こずったため1点を健常したばかりかわずか1球を投げただけで交代を余儀なくされた9月8日からの対 DNA3 連戦には全試合で当番したものの 3点リードの4回表から救援した3戦目には2者連続のソロ本塁打などで打者4人から1死しか取れずに降板。9月11日付で1年2ヶ月ぶりに出場選手登録を抹消された。しかし抹消後に1軍から複数の選手が新型コロナウイルスに感染したことを受けて NPB が定める感染拡大防止特例2020に沿った。 代替選手の一人として9月25日に最昇格。最昇格後はシーズン終了まで一軍に帯同した。帯同中の10月21日には翌2021年の戦力構想から外れていることを通告。しかし、打球団での現役続行を希望したため、11月6日にはこの年限りで福留孝介、上本博則と共に対談することが 球団から正式に発表された。翌7日には、広島、石原慶光の引退試合として開催された対、広島戦8回裏に、石原の現役最終打席限定で登板。前後級のストレート勝負で、石原の引退に花を添えた。さらに、チームのシーズン最終戦であった同月11日の、対 DNA 戦で、チームが1点を勝ち越した、直後の9回表に登板。 時速 140km 台のストレートで1インニングを無失点に抑えた末に、西部で阪神での投手生活を締めくくった。この試合には41歳5ヶ月で登板したため、一軍公式戦における阪神投手の歴代最年長西部も達成。一軍公式戦全体では、チームで4番目に多い34試合に登板。防御率4.74。 一生一セーブ4ホールドを記録した12月2日付で自由契約選手として NPB から講じこの年には自身の対談に加えて藤川球児が現役を引退したため2005年に阪神でセリーグ優勝を経験した現役選手がチームから完全に姿を消した2020年12月8日に オリックスバファローズが脳みの獲得を発表した。契約期間は1年、推定年俸は3500万円。背番号は26で、投手コーチを兼任する。2021年、一軍監督へ就任する、保守出身の中島佐都と,と、春季キャンプの前に会談した結果、コーチ兼任ながら、投手としての起用を優先する方針が決定。この方針を受けて、 先発への再転向を前提に、春季キャンプを A 組で過ごした。オープン戦以降も一軍に帯同していたが、実際には救援で起用されていて、レギュラーシーズンでも開幕戦から中継ぎで登板。41歳10ヶ月で登板した4月10日の対、日本ハム戦で移籍後初めてのホールドを挙げた、ことによって、オリックスの歴代最年長ホールド記録を達成した。 阪神時代にも2018年9月11日の対中日戦から球団の最年長ホールド記録を保持しているが NPB の2球団で40代にして最年長ホールドの球団記録を達成した当手は脳みが初めてである。5月には中島からクローザーを任されていた平野和也タイラー・ヒギンスが体調不良で軒並み戦線を離れたことを背景に 中島の方針でクローザーへ転校していた。転校後初めて登板した同月2日の対ソフトバンク戦で41歳11ヶ月にして遺跡後初セーブを記録。このセーブはオリックスの投手による歴代最年長記録で NPB の投手では初めて最年長セーブの球団記録を40代にに球団で樹立した。5月8日の対ロッテ戦では 9回表に、ブランドン・レアードからの空振り三振で、NPB 史上57人目の一軍公式戦、通算1500奪三振を歴代最年長で、達成した末に、シーズンにセーブ目を挙げている。なお、平野とヒギンスが、戦線へ復帰した、セパ交流戦からは中継ぎへ再転向。42歳になった、直後の6月2日には、一軍公式戦として外籍後初めて、 甲子園球場での対阪神戦に6回裏から登板すると1イニングを無失点に抑えた。阪神戦には翌3日にも登板したが10日の対巨人戦7回表の登板中に松原聖也からの打球を左足の下部に受けた影響で翌11日に出場選手登録を抹消。実際には大事に至らなかったため交流戦の終了後に 再び登録されたが、抹消期間中も、投資コーチとして一軍に帯同した。スリークォーターのワインドアップ投法から投げる、平均球速時速 140km のフォーシーム、スライダーフォークボールを軸に、チェンジアップも交える。決め球はフォークで、高い精度を誇る。リリーフ時には、最速時速 151km を記録した。2008年までは力に頼ったフォームで投げていたが、 2009年からは、しっかりと腕を振ることを意識した打者のタイミングを外すフォームに改良。2010年頃までは、サイドスロー君のフォームも時折折り混ぜていた。なお、2018年の中継ぎ転校後はワインドアップを封印していたが、阪神での公式戦最終登板ではワインドアップを再び披露している。少年野球チームで監督を務めていたジップと同じく、 マウンドでポーカーフェースを貫いていることが特徴。もっともオリックスへの移籍後は自然体でのプレーを心がけているとのことで阪神時代から一転してマウンド上で笑顔やガッツポーズを何度も見せている。阪神時代にはクローザーを本格的に経験しておらず一軍の公式戦で初めてセーブを挙げた時の年齢は十九歳二ヶ月だった。以降のセーブは 40代に入ってから記録している。また、オリックス時代に41歳11ヶ月で、公式戦、通算1500奪三振を達成した際には、キャッチャーとの共同作業で、保守に助けられている部分もある。僕だけに焦点が当てられているが、保守がいなくてはできないという表現で、阪神時代からバッテリーを組んできた歴代の保守に、感謝の意を示している。 大阪ガスに在籍していた2002年に、阪神をテーマにした、長島和重主演の映画、ミスター・ルーキーに、阪神のユニフォーム姿で、エキストラとして出演。阪神が7連敗中の試合に中継ぎで、登板したところ、通打を浴びた末に敗戦投手になるという、役どころだった。その際には、大阪ガスでつけていた背番号、14をつけていたが、 阪神への入団後もこの番号を着用している。ただし、背番号の上のローマ字表記は、脳みではなく、脳みだった。ミスター・ルーキーは、阪神の野村克也監督時代最終年に、撮影されたため、劇中に登場する阪神の選手は、ダッシュ、阪神というロゴの入った、当時のホーム用ユニフォームを身につけていた。このユニフォーム姿で出演した後に、現役の選手として、 実際に、阪神へ入団した人物は能みだけである。阪神で一軍の先発陣に定着してからは、2009年9月25日の対中日戦で、中日の先発投手、吉見和樹から2打席連続的自打を放ったり、2013年には、前日のプロ初本塁打のほか、7月2日の対巨人戦で、菅野智之から先制二塁打、7月27日の、 対 DNA 戦では4回裏西万塁のチャンスに、ティム・コーコランから先制打を放つなど、投手として先発したセリーグ公式戦で3本の敵地打を放っている。阪神の応援団では、阪神の投手が打席に立つ場合に、基本として、全投手共通の応援歌、投手汎用ヒッティングマーチを演奏している。しかし、2014年のシーズン前には、 阪神選手の応援歌を制作、管理、運営を一手に担う阪神タイガース応援団ヒッティングマーチ委員会が脳み専用のヒッティングマーチを制作した。能み本人から打席では打者として評価してほしいとの要望があったことや前述した打撃面での活躍がヒッティングマーチ委員会からも評価されたことによる。NPB の他球団では巨人、 福岡ソフトバンクホークス、西部が、投手ごとに応援歌を設定している。ただし、球団公認の応援団が特定の投手専用の応援歌を制作した事例は、DNA 投手時代の三浦大介、北海道日本ハムファイターズ時代のダルビッシュ有、中日ドラゴンズの大野雄大などを極めて少ない。阪神最終年の2020年には、現役引退を覚悟しながら、春季キャンプから、 セットアッパーとして調整を続けていた。しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、レギュラーシーズンの開幕が延期されていた5月に3週間ほど、練習の中断を余儀なくされた影響で、シーズンに入ってからも調子が戻らなかった。本人曰く、消化不良だったとのことで、2021年の戦力構想から外れていることを、球団から伝えられると、 家族への相談を経て、打球団での現役続行を決定。これに対して、京セラドーム大阪を本拠地に使用するオリックスが、球園での起用を視野に獲得へ名乗りを上げた。阪神時代の脳みは、2016年以降の毎年1月に、後輩投資を率いて、沖縄県内で合同自主トレーニングを実施。阪神で最後に登板した2020年の、 レギュラーシーズン最終戦で、後輩野手の梅野龍太郎や大山祐介から、涙ながらに見送られるなど、チームメイトから慕われていた。その一方で、オリックスでは、左投手に20代の選手が多く、2020年シーズンの1軍では、左の救援要員が手薄な状況にあった。このため、ノーミに対しては、投手陣への助言や、若手捕手の育成に対する期待を込めて、 救援投手と一軍のブルペン担当投手コーチの兼任という異例のオファーを提示。ノ民ミも2020年12月8日の初交渉でこのオファーを受け入れたため、投手兼投手コーチという異例の契約で遺跡に至った。ちなみに投手兼任コーチとしての契約に際しては、口数が多い方ではないので、姿勢を黙ってみせようかなと思う。その姿勢や行動から、 何かを感じてもらえれば良いとの抱負を述べている。オリックスでは、ノーミが入団した2021年から、同じ部門のコーチを1軍と2軍で分担する、体制を廃止。この方針に沿って、コーチとしては1.2軍を問わず、投手を指導する。その一方で、オープン戦以降の1軍の試合に投手として、ベンチ入りメンバーへ登録された場合には、ブルペン担当補佐の飯田大輔がノーミをサポート。 起用法を問わず、自身の当番中には、飯田が、ブルペン担当コーチの役割を代行している。能見本人は、選手とコーチの肩書きを持つからには、ブルペンで電話を取るとのことで、自身の救援当番を電話で指示された場合に、自身の判断で、ブルペンへ直行することを想定。登板を終えてからアイシングで左肘を冷やさない、タイプと自認していることもあって、オープン戦では、 調整目的での中継当番を終えた直後にブルペンへ戻ることもあった。結局、ノーミはレギュラーシーズンの開幕を選手1000人の救援要員として1軍で迎えたため、チームは別の投手コーチを2軍から招集することで開幕に備えた。開幕後は、いわゆる勝利の方程式を固定しにくい、チーム事情の下で自身を含めた 救援投手の連投を2試合に限ることによって、いつ誰が当板を指示されるかわからないという緊張感を救援陣全体に情勢。投手としてはセパ交流戦の終盤から出場選手登録を一時外れたものの、一軍のブルペンコーチとしては、チーム11年ぶりの交流戦優勝や7年ぶりのパリーグ単独首位に大きく貢献している。ありがとうございます。